ケースの中から調査員を脅迫する SCP-1370。 アイテム番号 SCP-1370。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-1370 はギャラリー27に格納された防火ガラス製のショーケースにしまい込まれています。もしケースが外的要因によって損害を受けたとしたら、少なくとも 1.25m×0.75m×0.50m より大きな寸法のいかなる容器も、新たなショーケースが届くまでの代用に十分でしょう。どれだけ長期の使用に耐える保管ケースでも、SCP-1370 が自由に動けるほどの空間を設けてあることを、倫理委員会は推奨しています。レベル2以上の職員は彼らの裁量で SCP-1370 をケースから動かしても構いませんが、その後の管理をきちんとしないと懲戒処分に処せられる可能性があります。説明。SCP-1370 は様々な電子装置や道具で構成された、自我を持った人工物です。その身長は約1メートルで、どんな動力源やモーターの不足にもかかわらず関節を動かすことができます。SCP-1370 は胸にはめ込まれたスピーカーから発せられる単調な声で意思疎通を図ります。頭部は首関節に逆さまにハンダ付けされた電圧計で、人懐っこい笑顔のような見た目ですが、能動的な感覚装置は含まれていません。しかしながら、SCP-1370 は視覚や聴覚の刺激に対して反応し、頭部にカバーを被せられるか、あるいは他の何らかの手段で制限されると、その能力は妨害されます。そのデザインは機能よりもむしろ美的な気配りに、より重きを置いているように見えます。それは平行感覚を維持して歩く能力を妨げる、不十分な位置の重心からも見て取れます。それゆえ、SCP-1370 は芸術品として作られたものであり、作成時に意図して精神を封入したのではなく、特異な性質が後で封入されたのだと思われています。SCP-1370 は目下のところアメリカ英語、フランス語、ラテン語を流暢に話すことができ、新たな言語を習得する能力も有します。SCP-1370 が知恵を持つと判断した物体や生物に対し常に敵対的であるため、知的な能力のそれ以外の一面は、はっきりとは略説されていません。これには動物、財団職員、市民、視聴覚機器及び防犯カメラが含まれますが、それらに限られたものではありません。もし SCP-1370 が知恵を持つと信じる対象に遭遇したならば、ランダムに選ばれたように見える様々な種類の手の込んだ称号を使って自己紹介している間に、対象と交戦しようとします。ドゥームボット2000ロボロードテデストルクター、プリメミニスターシニスター、ダースクローキルフレクス等が称号の例に含まれます。SCP-1370 は、職員から受けた反応に基づいたこれらの称号の変化をしばしば含みます。財団職員は、ひどいガラガラ声が悲哀を誘うもの。パテティコンザ。ガーグレモスト、と、困らせるボット。ベスターボット、を SCP-1370 の語彙に導入させることに成功しました。ほい。何度も行われた SCP-1370 の戦闘能力実験によって、SCP-1370 は生命体に損害を与える要因となる物理的な素質が欠けていることを、各自が確認しました。実験1370-8239では、SCP-1370 を鉢植えの陰にスピーカーを隠してある一般的な観葉植物にさらしました。SCP-1370 を言葉で刺激した後、SCP-1370 は自身が無能力化する前に、掴める範囲内の植物の葉をねじって折ろうとしました。その時のログは以下の通りです。調査員エル・アランとティ・バウスーモが SCP-1370 のケースを実験室に運ぶ。ケースは小さなスピーカーを備えたフィロデンドロン、薬虫、里芋科のツル植物の鉢植えから1メートル離れたところに設置された。SCP-1370、昆虫ども、我を早く解放せよ。我は運命の支配者1370すべての運命の親方、ドゥーム、マスター13-7マステロファルドゥーム、であるぞ。我はお主の破壊の先駆者となるであろう。調査員たちは実験室から去り、遠隔操作でケースが開けられる。安全保障上の危険はないが、実験には SCP-1370 が近くの職員よりも植物に注目することが必要とされる。SCP-1370 が自身の鏡像を攻撃するのを防ぐため、観察は半透明ガラスを通じて行われる。
SCP-1370。 我はこの破壊されるにふさわしい大地についに解き放たれるのだ。我が首抜きは全てを引き裂くだろう。我が足は全てを踏み潰すだろう。我はシアトロン、歓喜する略奪者なり。調査員 P でいいす。植物に設置されたスピーカーを通して、やあ、僕の声が聞こえるかい？ SCP-1370。 植物に接近しながら。勇気あるものよ。すべての魂は燃え盛る。お主は我が怒りの鋭い疾痛を感じるであろう。お主が死んだら地獄へと行けるよう詠唱してやろう。なおなのね。P でいいす。僕はスプリットリーフフィロデンドロン。大きな光沢のある葉っぱを生やしたやや木質の幹木だよ。控えめの笑い声、この葉っぱは3フィートの長さまで成長するんだ。SCP-1370。葉と戦おうと試みる。お主の叫びはお主の運命を綴る。嘆いたねり。お主は我が指の合間に粉砕されるであろう。SCP-1370 は倒れ、自分では起き上がれない。約6分後、SCP-1370 は植木鉢をひっくり返し、SCP-1370 の体を実験室の床に押さえつけ動けなくさせる位置へと植木鉢は転がった。調査員たちが SCP-1370 をケースに戻すために実験室に入った。